大きい目の流れを作れるように5ミリぐらい重ね合わせます。目を大きく大きく、ここはがっつり入れてください。ギャルの定義なので。でもギャル。こんにちは、松崎マリンです。日本の雑誌のゼリーやハシエニなどに出させてもらいながら、デキマル Q ブランドで普段アパレルをやっています。今日は夏をテーマにしたギャルメイクをやっていくので、最後まで見てください。このカラコンにした理由は、まず発色がブルーですごい綺麗なところと、ちょっと縁があることでもう漏れるので、これを選びました。この BB クリームはカバー力もかなりあって、マットな仕上がりになるのでおすすめです。で、BB クリームだけにしてるのは、やっぱ毎日がっつりメイクするので肌が荒れないようにしてます。粉ファンデは1個でマットな仕上がりになるものなので、すぐパパッと化粧直しもできますし、おすすめのアイテムなので使ってみてください。で、まあ、下地は手でしっかり押さえることによって崩れにくくなるので、手でやるのがおすすめです。まずベースからで、このマックのシャドウベースなんですけど、これあんま使ってる人いないんですけど、使うことによってもうシャドウの色味の発色が全然違うので、これ使ったらもう一生使い続けると思います。使ってみてください。で、その次にサッと塗ったベースなんですけど、これはちょっと今日の夏メイクのポイントのラメ度がすっごいキラキラするので、これはキラキラメイクには必須のシャドウになってます。ブラウン系のシャドウを塗った後に最後上からなじませるためにも使えるので、ぜひ1個持ってみてください。ケイトのブラウンシャドウは今回もとりあえずキラキラメイクがテーマなので、すごいラメ感が強いブラウン、なんかツヤ感というよりはラメ感が、グラデーションなんですけど、とりあえず目を今日は大きく見せたいので、このここに明るめのブラウン、濃いめのブラウンってなるように、こう横に目を大きくなるように横グラデーションになってます。最後に上からラメ重ねることで、バツってならないように綺麗なグラデーションになるのでおすすめです。あと下もちゃんと大きい目の流れを作れるように、つながりを作ってください。後からアイライン付け足すんですけど、初めのアイラインは目をとりあえず大きく見せるために、黒目の印象とかを良くするために、まつげの間だけに黒を詰める感じで細く入れます。でマスカラはこれもおすすめなんですけど、このピンクの部分は長くなる方 でこっちの紫の部分はボリューム感が出る方なので、もう長くしてからボリュームつけるみたいな感じです。
つけまつげは普通にこのまま1個のまま使うのではなくて、後ろ1センチぐらいだけ切って使います。5ミリぐらい重ね合わせます。縁が濃くて横ぐらいになるような、この重ねる広さは変えちゃって大丈夫なので、自分流のつけまつげを作ってください。上まつげをだいぶ目からはみ出してつけているので、そこに合うように下もだいぶはみ出してつけるんですけど、そのまままつげ乗っけちゃうと不自然になるので、まず自分の大きい目を作りたいラインにペンシルラインでこの目を下のラインを作っていって、その後にそれでもまた違和感出ちゃうので、黒シャドウで馴染みが、つながりができるように、そのラインははみ出さないように、下だけに黒シャドウで塗っていきます。で、その上からちゃんと、そのラインを絶対超えないように、下まつげを丸くなるようにつけます。まず目頭切開ラインはもう絶対で、目と目を近づけるためにやるんですけど、くの字のラインを作って、で下もちょっと粘膜は塗りつぶさずに、その下をペンシルラインで引いていきます。黒ラインは太めに長く、すごいオーバーにそこまで目があるように描いて、青はとりあえず夏がテーマということで、すごい発色のいい青を使ったんですけど、この黒を潰しきらず、ここ 1.5 センチ、1センチぐらいだけ、だんだん細くなるように黒いラインの上をなぞって引いていきます。ペンシルではとりあえず自分の作りたい眉毛の形だけかたどっていく感じで、眉尻作ってライン決めて下引いて、お絵描きみたいな、もうここが画用紙みたいな感じで自分の作りたい眉毛のラインをこれで決めます。であとはもうパウダーで形作っていって綺麗に三角、ここ絶対入れてこうノーズにつながるようにつければ、そんな違和感は出ないので、でもここはがっつり入れてください。ギャルの定義なのでオッケー。このハイライト使うことによって顔にメリハリが出るので、ノーズは絶対で、あとこことかこことかここに入れてたのは、顔に立体感が出る、顔の印象が明るくなるようになるので、やれば他の人とは差がつきます。チークは頬骨の高い位置からつけるんですけど、丸くつけても何でもいいんですけど、とりあえず今は夏のイメージでもうシュッとかっこいい感じにつけたいので、
横長にちょっと上になるようにつけることで顔も上がって見えるので、まずコンシーラーで口の色味を全部消しちゃってください。で、まあ、そのままでも可愛いんですけど、今日のメイクが、まあ、夏がテーマなのでちょっとオレンジ味っていうかピンク味を足すためにリップの色を手でちょっとだけ取ってポンポンポンってやるだけぐらいで大丈夫です。最後にすっごいラメ感の強いラメを目の下にキラキラってつけることでキラキラな印象が出来上がるのでおすすめです。ギャルメイクのでもポイントはもう、まあ、上がり眉でもとりあえずもう目を大きく大きくこういう目頭入れるとかも大事ですし、唇の色消して、でノーズシャドウも絶対です。今日は夏っていうキラキラメイクがポイントなので、カラーとかブルーだったりオレンジチークだったりキラキラを入れたんですけど、基本はさっき言った通り、では塗り方のポイントはこのままビリビリビリって感じで塗っちゃって、合ってる？これなんか違くない？でも本当に自己紹介、やばサングラスつけないと本当な、ヘアレンジってもサングラスつけて OK、はい、って感じです。やばくない？でもこっち刈り上がってるんですよ、いい感じだね、本当でもギャルこの方だったらかっこいい水着の方が良かったかなあ、こっちか、あカメラでもどこみたいなちょっとヨーヨーって感じで言っていいですか？ OK です。キラキラメイクするときは使うやつ、使うやつとか言って、あ、誰しゃべる、名前ごと切ってください。今ノーズシャドウ濃いな結構いろんなジャンルのメイクが得意っていうか、まあ、好きなのでいろいろ紹介するので、これからも見てください。バイバーイ